ご説明しましょう、はい、まずあの向かってくるボールをキャッチして、はい、100点50点10点の枠に皆さん返球してください、はい、着水するまでの合計点で競うことになっております、はい、野球にハプニングがつきものとこういうことになっております。障害物が飛んできますので、これはあの十分に注意していただきたい。そして皆さんホームベース付近をご覧ください。このボールを出すのは得点は2倍です。落とそうとしてるよな。確かにおそらくうまいこと落ちてくださいねっていうことですよ。そうです、ね、はいはーさあ、トップバッターはこの人加藤選手であります。2006年はいろいろありましたが、最後の好記録を出して笑顔で締めくくりたいところであります。加藤選手の挑戦です。ご覧のようにチャイの両側に得点が並んでおります。プレイヤーはボールをキャッチしてどこかに入れなければいけませんので、身の危険を出して高いところで頑張れば頑張るほど強得点が獲得できるようになっております。さあ頑張れ加藤。バラボールが肩を直撃。最後は強烈な着水だ。さあ高速バレーボールを避けながら大玉をキャッチするチャレンジャーは誰なのでしょうか。いやこれはね、注意事項ある、これ絶対20代前半じゃないじゃん。いや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 ってもんじゃないよ。アホずれた。なんかバレーボールでずれてない。ずれてないよ。ずれたかずれてねえか俺しか分かんねえだろ。ずれた感じやろ。ずれてない。ずれてた。ずれてた。さあ続いては浜口雅夫選手であります。今年は歴代のバカを倒し世界一のバカ、ワールドバカクラシックとなっております。ここでもナイスキャッチで世界一の称号を勝ち取ることができるんでしょうか。さあ加藤選手は960点を超えられるか。できれば高い位置でキャキャンの量産したい。いやこれは意外とうまい。着実に両サイドに得点を重ねている浜口選手ですが、徐々に上の方に行った高得点を狙おうとしておりますが、次にボールアップ。ついにこれは障害だ。いや強烈なマシンからボールが繰り出されております。すごい。どっちもバレーボールにも引っ込まない浜口。さあここで上に登るか。大丈夫だ。難しそうですね。難しい。でも今の持ち方はスローになるね。見事にリプレイもゲットした浜口選手、ここまでの新記録の1200点です。ほんま難しい。まず立つのも大変やからね。どうしたらいい。そうアドバイスちょうだい。そうそうそう、無我夢中。アドバイスならないよ。四字熟語。夢中。頭ええな。頭ええな。絞り出すな。夢中。無我夢中。続いては野球サッカー選手です。早くも滑りやすい足元に苦労をしておりますが、1200点を超えるためには何とか高い位置でプレーをしたいところ。さあ始まったぞ。キャッチして枠に投げ込んで初めて得点となりますが、安定した姿勢であります。ちょっと来た。キャプテンに入った。さあ今度はどうか。まだキャプテンに入った。キャプテンにポイントを重ねています。右のキャプテンを狙っている。今度は新庄キャッチャーと、ついにバレーボールマシンからボールが飛んできたぞ。キャプテンおっと、右の太ももに当たりました。さあしかしまだ練習です。あっとホームに直撃。どうでしょうか。体勢が完全にブロッカー。しかしまだ頑張っている。おっとこれはまた無理な体勢で何とか広がったが、おっとグラブを弾かれた。敵に大玉が来た。さあ何て言うか鈴木さんだ。いや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 、おっとこれも広がった。すごいすごい。おっとここに再び大玉。大玉が来ました。見事だね。お前見事やな。記録は870点でした。芸人顔負けのファインプレーで記録より記憶に残したサリナ選手です。
大玉気づいてるの気づいてないやろ全然気づいてないやんなこれなかなかですね、ヒロミさん。なかなかというか、あの最高の落ち方だもんね。よかったですね。あれはこれか、あれはね、なかなかできないよ、あれは。すごいなぁ。どんどんこう、なんか落ち方、そうそう、削除されてる。ここまでナイスボケ3連発で面白いパターンが次々と削除される中、有野は大玉2つをまとめてキャッチするアニメのようなボケで落水。続く三浦も大玉を股間で受け止める女芸人らしい母性のあるボケで落水。一転して大久保は男芸人でもひるむ高速バレーボールと一騎打ち。顔面のシーンで捉えて勇気ある落水。さらに平方は必要以上に攻め続けたバレーボールマシーンのスタッフにマジギレ。おっと、なんと窃盗だから一人を引っ張り出してスタッフの方を落水させるという新しすぎるパターンで終了。ハプニングサプライズです。結果としていろんな道を塞がれた矢部はボケきれず普通に落水。頑張っている一同の非難を浴びる羽目に。でもお前相当カッコ悪かったよ。ダイジェストみたい。あれない、えだろ、こんなだもん。おい、ダイジェスト言うな。いやいや、ほら、スローはないよ、お前絶対に。スローはない。めっちゃ嫌や。さあ、浜口選手の戦略点を上回ることができるか、武田俊二選手。果たして、どんなドライになるんでしょうか。いざ出陣だな。さあボールが次々に出てまいります。いや冷静にさばいております。一枠は堅実です。一枠堅実、今高得点100点を狙っています。さあどうでしょうか。落ち着いて2つ今100点に入りました。そして3つ目、足元しっかりしている。右に行った2段にさあっと、これからが正念場、これからが正念場。いやしかし武田真治、これはまるでボンサーのような華麗な。いやいや、かっこいいかっこいい、さすがイケメン俳優だ。おっと、これは大玉、しかし、タッチ、見事キャッチ。何でもあるなので、2倍を逆転を獲得。そして、もう一球止めたぞ。今度は、みんなでやったんや。これは楽勝。あっと、余裕を持ちすぎました。大玉が3つあるとは思いませんでした。みんなに言われてる、お前カッコつけすぎた。カッコつけすぎた。うおーとか言うて。